見れてますか？見れてる？大丈夫？どうしたの？何があったの？私には全然わからないのよ。ごめんね。無限ループ？ループしてたの？大変だそれは。大雨みたいな音がする。音が何？ずっとループしてたんだ。雑音？私何にもしてないけどな。何の音だろう。何にもしてないよ。道路で配信してないよ。マイクの性能が良すぎるのかも。え？マイク何にもつけてないけど。だって私え、もうダメだ、ショールームできないじゃん私。声が遅れて聞こえてくるって。もうダメだ、ショールームするなってこと？悲しい。そんなことない？大丈夫？わあ。もう何の話してたかも忘れたよ。何の話してたかも忘れたよ。何の話してた私。ツイッターのさ、ツイッターのさ、あ、そう、ツイッターのツイッターの新機能を使って告知したんですよ今回これやるよって。あとメールでも言ったんだけど、そっか、だからアンドロイドの人はまだ反映されてないから申し訳ないなと思って。なんかさっき、そう、なんかゲリラだねって言われたから、あ、そういえばアンドロイドの人は見れないからゲリラみたいになっちゃったんだと思って申し訳ないなと思って。そうだよね、だから早くはね、アンドロイドもこれ新機能追加してほしいなって思うけど。そうだよね、ごめんごめんごめん。あ、でもメールで確認できたって書いてある、よかった。そうそう、今日はね11月11日だから、ちょっとポッキーの日、ポッキープリッツの日ということでポッキー買ってきました。ででんででん、イエ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 イ、イエーイ。もう全然久々に食べるかも。まず自分で買わないかも、ポッキー。美味しいやつを買ってきました、私の好きなやつ。しかもなんかコンビニで2個買ったらなんか何円引きみたいな、そんなことしてくれるのと思って。そう、この細いやつと、なんかこれはなんかメンバーがみんな美味しい美味しいって食べてるから買ってみた。美味しいよね、食べたことあるけど美味しいよね。そうそう、
キー組 VS ブリッツ組バーチャル運動会って書いてある。そう、これ美味しいよね、この細いやつ。あ、なんかちょっと私開け方間違ったかも。こっから開けるやつかも。なんかこっから開けちゃった。ちょっと間違えたな、開け方間違えた。なんかあれだった。ここ開けるとこじゃなくて、なんか食べた後になんか箱潰せるとこだった。じゃあこうやってなってたらこっから開けるのかなって思わない？これ見える？ここの点線のところ、ここあったらさ、こっから取れるのかなみたいな。ポッキー買わないがゆえのこれ。そうそう、お片付け用だった。あんまポッキー買わないからな。あと細いポッキーはこう本数が多いのがいいと思うんだよね。いただきます。おいしい。めっちゃおいしいんだけど。おいしい。あー、おいしい。うまい。うまい。ポッキーおいしい。やばいね、この時間のポッキーめっちゃおいしいんだけど。おいしい。あ、今日お誕生日です。だっておめでとう。誕生日おめでとう。いいね、なんかポッキーいっぱいもらえそう。お誕生日メッセージとか言ってポッキーいっぱいもらえそうだね。みんなはポッキー食べた？食べました？みんなポッキー食べてないって人いっぱいいる。あ、プリッツ食べた人ね。あ、プリッツも美味しい。いちご、私もいちごのプリッツじゃないわ。いちごのポッキー食べたくて、いちごのポッキー探したけど、私の行ったところは売ってなかったんですよ。うん。え、見て、チーム E の中で一番好きです。だって嬉しい。嬉しい。なんかプリッツさ、最近さ、新しくさ、なんかちょっとちっちゃめの箱で、なんか高級そうなの出たよね。何も気になる、なんか。
美味しいこのポッキー。やっぱりちょっとまだ食べかけだけど、まあジップロック入れて冷蔵庫入れるとしてこっち食べようかな。次は開けるよ、こっからから。ほんとにめっちゃ太い。美味しそう。なんかこうやってしまえるよみたいな、なんか書いてあったけど、どうやってしまうのかもわからん。できるんだってこうやって、すごい、すごくない？知らなかった。今時の JK は知ってんのかな、みんなこれやり方これも美味しそう。美味しい。チョコが高級だわこれは。美味しい。どっちも美味しいけど、ちょっとこっちのが高級感ある。なんか美味しい。ねえ、ポッキーってこんな太かったっけ？もともとこの太さ本当は。私はさ、こっちしか食べないからさ、基本的に。あ、美味しい。全然味違う。なんかね、なん本当にあの、まあ分かりやすく言うとバレンタインデーって感じ。分かんない？なんかバレンタインデーって感じ。こっちはなんかお菓子パーティーって感じ。これはなんかバレンタインデーって感じ。なんかバレンタインのチョコの味がする。なんか結局高級なチョコの味がする。なんていうの、ね、デパートのチョコレート、なんかバレンタインデーのさ、祭事場で買ったチョコの味がする。そう、高いチョコの味がする。この周りにさ、ココアパウダーみたいなのがついてて、粉みたいな。あとかかってる、なんか厚さがすごい、チョコのこの、わかる？なんかこれ伝わってる？おいしい。よかった、伝わっててよかった。みんな優しいね、こんなので伝わってくれて。高級チョコって感じ。美味しい。ほんとに。いや、半端ないよね。お得感半端ないよ。だってこれ1個200円もしないでしょ。160円ぐらい。
多分。めっちゃ考えたら安いよね。車で言うとレクサスぐらい。あーレクサス、レクサス、まあそんな感じか。そんな感じかも。確かに外車とかではないけど、確かにレクサス、うん、確かに、うん、ぐらいかな。むずむず、レクサスでそんな例えられたことない、あんまり。面白い。いいね、こんな言った。ゆったりした配信だよ、いつもこんなね。プリウス、プリウスよりはもうちょっと言っていいかも。レクサス外車より高いって、じゃあそこまでじゃないわ。難しいよ、車に例えるのは。食べ物車に例えるのむずい、やめた方がいい。わかんない、もうやめよう。例えるのやめ、むずい。いやもうこの時間のポッキーやば。ポッキーってひたすら食べれますよね、なんか怖い。おいしい。いやもう本当にそう、無意識にひたすら食べてるわ。細さがいけないわ、もうすぐなくなる感じ、危険。おいしい。オシリンが iPad に四苦八苦してるだって。 iPad 先輩やで。iPad の先輩やで。何買ったんだろう、新しいやつ買ったのかな。iPad はあると便利、すごく。うん。アップデートに時間がかかってるね。つい先週買いましたって。第8世代って私と一緒、あ違うわ、私第7世な、第8世代。私もそれかも。なんか一番安いやつ。うん、そうそう、 iPad Air。 やっぱね iPad いいよね。なんか何がいいって、あの私がなんで iPad 買ったかっていうと、この話したっけ、私がなんで iPad 買ったかっていうと、あの12周年の振りを覚えるのに、この振りの映像だから、ダンス振り V っていうんですか、このダンスレッスン V みたいなのがあるんだけど、もうそれが携帯じゃちっちゃくて見えなくて、でも大きい画面で見ようと思って。そう、それで買ったんですよ iPad。 ほんと見えなくて、みんな iPad 持ってたもん。なんかこうやってわかる、なんかこうやって iPad ここに持ってこうやってやりながらこうやって踊ってた。そう、完全に仕事道具として買いましたね。
だから iPad で何にもしてないかも、本当にあんまり。あとアニメ見るときは iPad で見るけど、それぐらいかも。あとはまあズームとかの配信系とかもこれ。そう、なんか今までは DVD プレイヤーに DVD 入れてやってたんですよ。今までレッスンとかって本当に私持ってるかな今。もうまさにこれ使ってたの私。こういうやつを使ってたの。ここに DVD 入れて、こうやってして見るみたいな。これでやってたんだけど、もうこれはもう これじゃなくなったの。もう時代の変化だよね。時代の変化。めちゃ重いし、しかもこれいつ買ったか覚えてない いつ買ったか覚えてないけど、もう研究生の時から多分これずっとこれ使ってるから、相当昔だと思う。だってこれだけでもめちゃめちゃ重いから。でもたまに使うよ。やっぱ DVD で昔の映像とかはもらってるから、昔のそれこそね、公園の映像とかも。だからこれよく使えてるよ。これお年玉で買ったの これ私お年玉で買ったの 本当にそうだよ。プレイヤー自前だよ。私これお年玉で年始に買ったの 懐かしいな。そうだよ、これ私お年玉で買ったんだから懐かしいよ。全然電気も電源もつくし、そう。今もね、 DVD もでもらう時もある。でも映像が多いかな今。映像ってかデータが多いから、もう時代の流れだよね。で DVD にしますってなったらめちゃめちゃ多分大変だから、だって何枚 DVD 焼かなきゃいけないのみたいな。そう、だから今は本当データが多いけど、でデータが増えたから iPad 買ったのよ そう、めちゃめちゃ見やすい、超いい。いや、こいつはね、多分2代目だから、あ、3代目ぐらいかな。1個持ってて壊れちゃって、でつなぎのよくわかんないなんかプレイヤーみたいなのを使って3代目ぐらいかなこれ多分。でも研究生の時から使ってるから、まあ5年ぐらい、4年、5年ぐらいか、5年ぐらい使ってるんじゃないかな。5年前はまだ研究生だよね多分。いやでも高校生の時に、高校生 ともうやめるわ、考えるのすんごい思い出せない。あ、じゃあ5年前の11月は昇格してるから、あれ そうだよね。じゃあ2代目かも。あの子は1代目なのか。もう
でもめちゃめちゃ使ってたのよ。これ新しいと思ってたら時代の流れが早すぎて全然新しくないわこれ買ったのすごい新しいと思ってたけど、なんか全然新しくないかも。もしかしたら、でも2014年製って書いてあるわ。じゃあ6年前かも。2014年製って書いてあるから6年前で、ギリギリですわ。ギリギリ研究生の時に使ってるじゃあやっぱり高校生の時のね、高校の時に買ったんだ。そうだと思うわ。全然大丈夫6年前ですって。6年前に買った DVD プレイヤーを、そうこれ結構ね、あ新しいじゃんみたいな感じで、でもめっちゃ安いみたいな感じで買ったんだよね。なんかそれこそ年始のセールみたいな、なんか年始一発目だよみたいな時に買ったんだと思う。あんま記憶ないけどはい、もうとっても私の相棒ですよ本当に。もう振りを覚えるイコールこれなんでね、この子にはだいぶお世話になりましたな。そう、もう超超仲良しって感じ。こんなね、こんなので覚えてましたよ。 今はもう全然違うけどね。そうそう仲良し。そう iPad に切り替え、でも懐かしの映像はこれがないと見れない。まあ別にテレビの DVD プレイヤー使えばいいんだけど、この子がいないとね、なかなか。なかなかだからね。静電気やば、見た今。見てこの静電気やば。もう冬だ、静電気で冬感じる。乾燥がやばい。加湿器つけなきゃそろそろね、思った。なんか後で食べるわとかって言って全然止まってないんだけど本当にやばい。このティッ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 ティ食べれちゃうのがダメだね。いけん。あでも全然まだまだあるよ、ほら意外とまだある。こっちもあるしね。もうこっちはもうあの一旦袋に入れようと思う、後で。うん、まだ一袋目。
まちゃんもポッキー食べてるってくまちゃんショールームしてんのかな、くまちゃんも。喉乾かないのだって。乾く。喉めっちゃ乾いた、ほんとに。さっきやってたのね。あ、もう終わりね。メールできたのか。ほんとチョコってさ、ほんとに美味しいよね。美味しい。最近はなんか世にも美味しい、世にも美味しいチョコブラウニーって知ってます、皆さん。世にも美味しいチョコブラウニーっていうアンティークのチョコブラウニーがあるんだけど、めっちゃ美味しくて、めっちゃ美味しいってなって、でスーパーで探したんだけど、もうどこにも売ってないの。一回見たきりでもうどこにも売ってなくて、もう見つけられないの。うん、世にも美味しいチョコブラウニーってあるから検索してみて、みんな。めっちゃ美味しいから私はスーパーで見たんですけど、普通のスーパー、アンティークっていう、なんか天使のチョコリング知ってます？天使のチョコリング売ってるお店のなんかチョコブラウニーなんだけど、めちゃめちゃ美味しくて、美味しすぎてほんと箱買いしたいぐらい美味しかっただけどちょっと見つけられないの、あれ以来。そう、アンティークね、前まで名機にあったんだけど、もう今なんか持って別のお店になっちゃった。そうそう、アンティークのやつ。もう食べてみて、マジで美味しいの。めっちゃチョコ入ってる。検索してみたよ。だって美味しそうね。美味しいよね、美味しいよね。そう、私チョコリング好きで、天使のチョコリングめちゃめちゃ好きで、なんか本当定期的に買って食べてるぐらい美味しかったんだけど、めっちゃ美味しいの。はい、美味しいってぐらい。チョコ好きな人は絶対好きだし、別に普段チョコ食べないなみたいな人も絶対好き。本当に超美味しいからおすすめ。
確かにもうチョコの奴隷かも。チョコの奴隷だ。麦チョコ美味しいよね。麦チョコってさ、何が美味しいかって、あのなんかパサパサ感と安っぽさが美味しいと思うんだよね、私的には。わかるかな、この分かってくれる、麦チョコのこの感じの安い感じの味が好きなんだよね、美味しいと思う。うん、ね、おいしいよね。うん、めっちゃ分かってくれるやん。おいしい、ボーロとかおいしいよね、わかる。ブラックサンダーも好き。ブラックサンダーの良さはあの、あそこだよ、なんか一緒に入ってるクッキーが美味しいの。そう。ちょっと今マジでどっか行ってたかも。マジで今どっか行ってた、ほんとやばいね、顔やばかったかも今。ちょっとブログをね一生懸命書きながらちょっとやってたら、もう顔どっか行ってたよね今、絶対やばかった、ほんとにめちゃめちゃ考え事してた。やばすぎ。あ、やばい、やばいやばいやばい。これとやばい。あなたブログ書いてっていうアラーム来た。ブログとメール送ってっていうアラームの時間でした。やばすぎ、ほんと。そう。なんか鳴ってるのに送ってなかったらちょっと焦るから、一応送ってるんだよ、ちゃんと時間までに。アラームはほんとおまけみたいな。締め切りに追われる漫画家みたいって書かれた。そうなの、ポッキーのブログはまた明日書くから、明日。そう、基本ちゃんと送るけど、万が一のため、アラームってそういうものでしょ、万が一のためのアラームだから。ほんと、そう、確認なってから、私ちゃんと今日遅れてるかなっていう確認。やばすぎ、こんなアイドルの裏側披露しすぎ。ちょっと写真も撮ってないんだよね今日。これ今からメール送るからね。
こんな人いる？絶対いないよね。ショールームしながらメール送るよとか言ってメール送るよっつってやばすぎ、こんな人いないもん、やばい自撮りしてるとことか見て楽しい結構いるから OK、 結構いるんだ、よかったちょっと待ってはい、送信スニッカーズは分解して食べますか、だって、スニッカーズって分解ってどういうこと、こういうこと、分解して食べないです、オレオは分解するいやオレオよりも私はね、ビスコを分解するかも、ビスコ分解するかも美スコ分解するよね、私だけじゃなかった、よかったそう、美スコは分解するかな、あるよ美スコ、今でもあるよ、体が強くなるやつ体が強くなる美スコ、そう、クリームとクッキーに分けて食べる。私もビスコしばらく食べてないかも。あんまりなんか食べるタイミングないビスコ、楽屋とかにお菓子置いてあるけど、そのお菓子にあったら食べるぐらい、お菓子はあんま食べないから普段からって言いながら結構食べるんだけどこう常に食べてないというか、気になったものを絶対に食べるぞっていう気持ちで食べてる例えば、それこそさっきのブラウニーとかも、いやもう絶対美味しいから絶対食べたいって意気込んで食べるからなんか、なんかフラッと来て食べてみたいな感じはしないかも、あんまり、もう今日は私はこれを絶対食べますみたいな感じかな、そう、
そう、もう決めました、私は決めましたって感じで食べる。そう、食にほんとマジガチって感じそう、意気込みがすごい、もうほんとに。覚悟して食べてるよ。だからもう今日はもうポッキー食べます、もう私は今日はポッキー食べますっていう気持ちでいるから、もう食べてもいいの、しょうがない、うん、しょうがないのそう、もうしょうがないの、もうあと5本しかないよ、もうやばくない？あと5本食べきったらショールーム終了しようかな。食べきってないよまだある、あと一袋、こっちもあるし、これも残ってるし、ポッキーとスクショだって、11、めっちゃゆっくり食べてるよ。ラス1、ラス1、ちょびちょびダメ。
でもこの調子でいったら結構食べられ結構時間かかりそう。めっちゃもうほんと5ミリずつぐらい食べてる私。半分ぐらい。もうあとこんだけしかないよ。今メール来たって。ちゃんと歯磨きするんやで。だってはーい、もうチョコがない。もはやプリッツ。ごちそうさまでした。美味しかった。ちょうどいいタイミングでメールも届いたらしいし。さあ、はい、ありがとうございました。ということで、なんか私ショールームなんか水曜日にやることが多いらしくて確認したらショールーム結構私いつも水曜日にやってるらしくて、まあね、こんな週の真ん中なので、なんもう全然わかんない、たまたま水曜日なんですけどそう、たまたま水曜日、ほんと全然何にも考えてないいいんだけど、でもまあ週の真ん中なのでね、ちょっとでもね皆さんに1週間あと2日頑張ろうみたいな頑張るかみたいな時に、なんかショールーム見てもらえてたらいいなっていう風に思いますのでね。まあだからといって水曜日が絶対なわけじゃないんですけど、でもね、あと2日木金ってやったらもう土曜日だから木金って言ったら土曜日なんで頑張りましょうそう、もう全然後付け。あとね、あれだ、あのパッションフォーユーのビッグワンガールズのグラビアリクエストイベント、速報で10位で今日の中間で8位ということで、本当にありがとうございます。応援してくださってる皆さん本当にありがとうございますということでね、びっくりランクアップもしてて5000票以上のリクエストもあったりとかね、ありがとうございます皆さん嬉しい。
やっぱりね、なんだろう、こうやって応援してくださる方がいるんだなってこう思うとすごく嬉しいし、やっぱり幸せだなっていう風に思うので、私もねこう地道に次のね CM 選抜のためにもね、私も日々ポチポチしながらなんかちゃっかり自分に投票してみたいなそういうことをねごまごまとしておりますのでそうなんですよ、ちょこちょこやりながら7周年のログインボーナスももらいながらみたいなアイテムゲットしながらみたいな感じでやっておりますので、皆さんもねぜひ楽しんでね、ゲーム楽しんでください。大富豪もあるしね、パッションフォーユーもあるので、ぜひぜひこの SKE48 のねゲームたくさん楽しんでくれたらいいなと思います。改めて皆さん、本当に応援してくださってる皆さんありがとうございます。本当にアイテムちゃんと貯めてます、ありがとう、お願いしますはい、ということでということで写真を撮って終わろうかなと思います。よいしょ、ちょっともうちょっと明るくしよう、いくよ、はい、あ、なんかやばい、可愛いの時に写真撮りたいな待ちあ、撮れたかも、かわいいやった、かわいい人みたい。はい、ということで今日はね、みんな夜遅くまでありがとうございました。ゆっくり寝て休んでねはい、ということでみんなおやすみ。あ、レオナ先生も頑張る頑張ります、課題曲楽しみ